こんないい部屋もらうの怖いみたいだな。姉さん、静かで朝寝坊するのにいいわよ。その写真だけはもらっとくわね。バカなことしたもんだな、日本も。兄さんみたいな優秀な学者を過労で死なせるなんて。だからよ、四畳半からこの私にとって大事な部屋を移り願うのは。忘れがたみの純ちゃんの勉強を見てやってほしいだろ。あの人しょっちゅう言ってたわ。純一は人間として立派なものになってほしい。人間として。純ちゃんは大丈夫だよ。雑誌記者なんかしてると時間は不規則になって、日曜でもめったに純一と一緒にいられないし、それにお滝さんも何ですか。純ちゃん甘やかしすぎるってさ。だろ姉さん。当たり前ですよ、赤ちゃんの時からお世話したんだから、坊ちゃんを可愛がる権利がありますよ。あ、大変だ、出かけなくて。じゃん、じゃあ頼んだよ、電子計算機さん。計算機の主人なんてすげえんだろうな。どんな頭してんだろう。僕のおじさん、こんなでっけえ頭してるみたいだな。そんな頭さ、いっぺん来いよ、面白い話いっぱいしてくれんだから。頑張れ、頑張れ。なぜよ、そんなだな。だってよ、あいつの弁当の数毎日油揚げなんだぜ。油揚げラカ、もう一度やってみる。電池から入れて。よいしょ、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 よいしょ。今月のクラス会のプログラムと余興出演者を決めたいと思います。クラス委員の方で予定したプログラムは、意見発表、討論、朗読、音楽、それから余興ですが、意見や提案がある人は出してください。山城の上に決めなかったわ。はい、中学生がなぜロカビリを歌ってはいけないんですか。一体俺ら先生方はロカビリっていうもの知ってんのかね。あふざけないでください。他の教室は授業中なんだから。なになに、油揚げに演説させろ。油揚げって誰のことだいね。浦川君、君知ってるか。山口、急だぞ、岩山ネズミなんか出せ。うん、油揚げなんて貴様が言い出したんじゃないか。ちゃんとしてるぞ。変だ、知らないよ。じゃあなぜしたらやったんだ。余計の騒だ。
そせったら下向くん。何をしてるんだ。みんな席へ帰りなさい。どうしたんだ。私がいないとすぐこんな騒ぎを始める。他の組は授業中だと思ったらこんな騒ぎはできないはず。北見、山口、人間同士が腕力に訴えて争わねばならないことはそうあるものではない。どっちが先に手を出したんだ。僕です。そうか、君か。口で言ったのでは分からなかったのか。はい、そう思いました。先に手を出してこんな騒ぎを引き起こしたのはどこまでも君が悪い。しかし無理がないと思われるだけの理由があるなら先生は君だけを責めようとは思わない。正直に訳を話しなさい。じゃあ水谷、君が見たままを話してもらおう。はい。浦川君、そんなに心配することないよ。どうした？ごめんよ、来てみて。いいんだよ、なんでもないんだ。なんでもないんだ。山口が悪いんだもの。ガッチンが黙ってるから、俺みんな話したよ。そしたら、山口が叱られたよ。ガッチンは注意された程度さ。ガッチン、なぜ黙ってたんだ。だって言いつけ口になるじゃないか。誰がなんだって、俺嫌だよ、そんなこと。おい、北見、いいとこあるぞ、やっちゃったってな。そんなんじゃないんです。殴ったのはやっぱり僕が悪いんです。バカ、やっちゃえばいいんだ。逆らうやつは稽古に出ないのか。あんな柔道部なら入るんじゃなかったやろ。なんだあの野郎。おう、ガチンってこなかなかいかすじゃないか。うん、せっかちでちょっと乱暴だけどね。君だったらどうした。僕、うん、山口は僕より強いからな。ガッチンみたいなわけにはいかないよ。だからおじさんだったらどうする。ずるい。自分ですることはまず自分で考えろ。だってさ、ぼっちゃんは喧嘩なんかしませんよね。え、人がどうするか聞いてみてだな。それから自分がどうするか決めようなんてずるいぞ。私も賛成だな。良いと思ったことは誰が何て言ったってやる。失敗してもやる。それがガッチンのやり方だな。僕もその方に賛成だな。お、考え込んじゃったな。よしよし、今度いつかな、いいとこ連れてやる。もやがかかるとまるで海の下に東京があるみたいだ。おじさん、こっから見えるとこだけでどのくらい人間がいるかしら。さあね。だってさ、こっから見えるとこが東京の何分の1だか見当がつけば人間の数だってわかるじゃないか。いいかい。ほら、あの丸の内、
京橋などめがけて毎朝東京の外側から海の波のように人間が押しかけてそして夕方仕事が終わるとまた波が引くように引き上げていくんだ。きっと100万を超すほどの人間が満ちたり引いたりしているんだ。面白いな。じゃあおじさん、ん？人間ってね、うん、人間って水の分子みたいなもんじゃないかな。世の中を海に例えれば、まあ、何百万何千万のうちの一つの分子だね。おじさんだってそうだ、分子だ。そうそう、君だってそうだ。随分ちびの分子だな。気なんでな。ちっちゃいんだな、人間なんて。うん、よし、よく覚えておくんだな。これはとても大事なことだよ。どうして？いいか、大事なことだ。人間は大きな世の中から見れば小さなものだ。しかし同時に人間は大きなものなんだ。確かに一人一人の人間はこの広い世の中の一分子なんだよ。その一つ一つの分子が集まって世の中が動いていく。そのまた世の中の波に動かされて一人一人が生きていく。もちろん人間は物質の分子とは訳が違うけれども、君が自分を広い世の中の一分子として見たことは一つの発見だ。しかも大きな発見だ。君はあのコペルニクスを知ってるぞ。そしてコペルニクスの地動説を知っているだろう。それまでの昔の人は地球はじっとしてて太陽とか星の方が地球の周りを回っているんだと信じていた。自分の目に見える通りを信じていた。コペルニクスはこれはどうもおかしい、天動説では説明のつかないことが多すぎる、これはひょっとすると地球の方が自分も回りながら太陽の周りを回っているんではあるまいか、こう考えてみた。するとどうだ、今まで説明のつかなかったことが見事に説明されるではないか。これだ、コペルニクスは文字通り天地がひっくり返る大転換を成し遂げたんだ。今では地球の方が太陽の周りを回っているのだぐらいのことは小学生でも知っている。けれどもコペルニクスのこの考えが私たちの常識になるまでには実に何百年の年月が必要だったんだ。人間が自分を中心に物を見たり考えたりしたがる性質というものはこのくらい頑固なんだ。いや、今でも小さい子供は何でも自分本位だ。大人になるに従ってもっと広い世界があることに気がつく。しかし大人でも物事を自分に都合の良いことだけ見て行きがちだ。だから純一君、いやコペル君と呼ぼう。君が外の世界に気がつき人間というものについて考え始めたことは大変大きな発見なんだ。おい、来たみ。なんだお前たち、公園のベンチの中でベチャベチャしやがってよ。結婚ありぞ。なんとか言えよ、なんとか。
お前柔道部じゃないか。なぜ稽古に来ないんだ。今度から俺が鍛えてやるからな。稽古に来るんだぞ。いいか。変だ。あんな奴らに来たらってたまるもんか。聞こえる。あいつら気に入らない下級生はすぐ殴るんだってよ。あいつら天道説だよ。自分中心しかものは考えられないんだ。本当だ。こっちは地道説だからな。なるほど。手紙ね。僕は純ちゃんよりも朝遅いし、夜も遅いし、それに喋るより手紙の方が考えがまとまるんだよ。坊ちゃんも本当によく勉強しますね。いたずらもするけれど。勉強してた？ブツブツ独り言を言って何か何をやってたのかしら。どうしたの？おじさん、また発見しちゃった。何？人間分子の関係、網の目の法則っての。何だって？これをスイスでできたミルクとするだろう。これを作った人を僕は知らない。船で日本へ運んだ、運んだ人も僕は知らない。作った人も運んだ人も売った人も飲んでる僕もお互いに知らないんだ。知らないのにお互いがつながってるんだ。地球の上のあっちこっちで網の目みたいに知らない同士がつながってるんだね。世の中の網の目の法則。うーん、よく考えたね。ね、生産関係ってんだ。それを経済学では。え、なんだ、僕が初めて発見したんじゃないの？コペル君、いいのよ、それでいいのよ。みんなが当たり前だと思ってること、とことんまで考えてみることね。学問だってなんだってみんなそこから始まってるのよ。そう、君は自分の頭で考えた。それが大切なんだよ。そうか、それが生産関係か。残念でございました。あ、コペル君、油揚げ事件の浦川君を見舞いに行ったのか？明日行くの。そう、じゃあいいわ。いや、こいちょ。お次は揚げ2枚。揚げ2枚ね。はい、毎度どうも。そこのお坊ちゃん、何差し上げます？浦川君いませんか？あー、トメの友達ですね。はいはい、トメや、お友達らしたよ。君、病気じゃなかったの？いいえ、店の若者が病気しちゃってね、親父さん留守だし、手当たりないしね、学校休ませたのよ。またぞ、この方へ。東京大。はい、いらっしゃい。待っててね、今のうち上げとかないと夕方売りに行くのに間に合わないんだ。うん、お豆腐ちょうだい。悪いね。すごいね。君、どのぐらい練習したの？練習なんかしないよ。でも君、一つやり損なうと10円損しちゃうだろ。だから自然一生懸命やるようになるのさ。できたよ。はいよ。さあ、トムや、お前の部屋ご案内しな。うん、行こう。うん、
ちょっと待っててね。トムちゃん、もういいよ。もう大丈夫だよ。俺いいんだよ、キッちゃんは黙って寝てれば。任しときなよ。ごめんね、忙しくて。狭いだろ、僕の家。ううん、いらっしゃいませ。こんにちは。いやだ、キンボン、あっち行ってらっしゃいよ。まあ、いやだわ、お行儀の悪い。母さんに言ってるから。いらっしゃい。妹のやつ、学芸員なんだよ。僕より学校ができるんだ。君だって偉いよ。あんなに上手に豆腐あげたり、看病したり。でも、勉強はそうはいかないよ。学期試験はいつから？17日からだって。そう。英語は何ページ済んだの？16巻の終わりまで。数学は？今日から比例になったよ。大丈夫だよ君、5日ぽっち休んだってすぐ追いつけるよ。でも父ちゃんが帰るまでは学校行けないもの。お父さん旅行、田舎へ行ったんだよ。お金をね、借りに行ったらしいんだ。まだ帰ってこないところを見るとうまくいかないんだよ、きっと。浦川君、僕手伝うよ。ダメだよ、油揚げは君にはできやしないよ。いや、勉強だよ。遅れた分教えに来るよ。本当？うん。コペル君、世間には浦川君の家よりもっと貧しい人々が驚くほどたくさんいるんだよ。浦川君のうちのキッチンを考えてみたまえ。自分の働く力の他に何一つ暮らしを立てるもとで思っている。体をヘトヘトになるまで使い切るだけだ。だからこういう人たちこそこの世の中をがっしりと肩に担いでいる人たちだ。考えてみたまえ。この人々の労働なしには文明もなければ世の中の進歩もありはしない。君の言う網の目の法則とは実際はこういうもんなんだ。どうだコペル君、人間は全体から見れば小さいようでありながら素晴らしい力を持っているんだっていうことがわかるだろう。行くのうち？うん。俺帰るよ。大丈夫だったら。ダンダン。うわ。パンパン。そら。ダン。とか。カカ。陛下よ。陛下、危ないです。弾が飛んできます。隠れてください。下手だな。いや、断じて引かぬぞ。だって敵が攻めてくるんだぞ。ダンダンバ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 ン。助けに行くわ。
そうだよし、うん、負けるんか。ああ、ちょうございます。見よ、あの敵のコサックの突撃を。なんという勇敢さだ。なんという、あれ死んじまいやった。たーそれなんと今頃戦争ごっことは何事だ。バカね、戦争ごっこじゃないの。私はね、諸君に英雄的精神ってものを教えてんのよ。ナポレオンだってさ。ナポレオンって皇帝だろ。そうよ。変なの。今を去る150年の昔、すなわち1809年のことであった。ナポレオン・ボナパルトの率いるフランス軍は、オーストリア・ロシアの連合軍と青きドナウ川のほとりに相まみえたのであった。ロシアにその名ありと知られるコサック兵は、津波のようにナポレオンの間近に迫った。しかるにナポレオンは一歩も退かなかったのである。なぜでしょう、なぜでしょう。そのお答えは来週のこの時間の放送でお知らせいたします。では皆さん。ダメよ、ナポレオンはね、繰り返し繰り返し攻め寄せてくるコサックの勇敢さに見とれてたのよ。自分の危険も忘れてこうやって。でもさ、ナポレオンは皇帝になって一人でヨーロッパを征服し支配しようとしたんだろ。そして戦争で何万何十万人を殺したか分かんないじゃないか。うん、あんまりいい英雄じゃないな。分からないな。私が言いたいのは精神のことよ。人間が理想や信念を貫き通す英雄的精神に燃えてればよ、自分から苦しいことや辛いことに飛び込んでいけるってことね。それを突き抜けていくことに喜びを感じられるってことよ。つまりね、人間が人間以上になれるってことよ。分かったかね。そうでしょ。ただ命が惜しくないというだけなら、やけくそで向こう水のヤクザにだってできるわ。そんなの暴力団よ。うん、黒川たちだな。あ、ごめんなさい、浦川くんでしょ。私、早尾の姉の勝子です。どうぞよろしく。は、こんにちは。いいんだよ、浦川くん。黒川たちが北見くんを制裁するって言ってるんだってよ。生意気だから殴るって、うちの近所のお好み焼き屋に集まった時言ってたんだってよ。あれからわざと陣してやんなかったからな。そうよ北見くん、断じて負けちゃダメよ。学校はそんな上級生のためのもんじゃないわ。姉さん、あっちは危ないんだよ。危ないからってビクビクするからなお威張るのよ。ねえ北見くん。ああ、僕誰があんたって降参しやしないよ。だって頑張って殴られたんじゃつまんないじゃないか。大丈夫だよ、何もしないのに殴れるもんか。でも乱暴だからな、あいつら。先生に話したらよかないかな。よせよ、噂だけで先生につけるなんてこと誰が何だってできないよ。こうしたらどうかな。北見くんがもし上級生に呼ばれたら俺たちも一緒についていくんだ。どうすんの。何もしない北見くんを殴るなら俺たちも一生殴れって言ってやるのさ。そうすりゃ殴りはしないよ。それでも殴るって言ったら。一生殴られます、仕方がないもの。素晴らしいわ。みんなで北見くんを守って、それでもいけなければみんなで北見くんと同じ目に遭おう。私ね、どよ、英雄的精神ってそういうもんだと思うわ。ほんと、
ちも。幸せだな、浦川君のような友達を持ったことは。僕たちの決めたこと、本当の英雄的精神なの。そうだな、そう。ただ世間をあっと言わしたり、戦争に勝つだけでは英雄とは言えない。下積みの名もない人々の中に英雄はたくさんいるんだ。本当に尊敬できる英雄というのはね、本当の英雄はね、人類の進歩に役立った人。ってやんな、北見たち公園で待ってんだ。あ、そうだ、あれ貼らなきゃ。誰だ、どこのさんだ。コペルニクスさ、コペルニクスとナポレオンと、どっちが本当の英雄か、どっちが人類の進歩に役立ったか、水谷に来て今日討論する約束なんだ。じゃあお先に。ちっ、なんだ。俺たちが討論、何そっぽ向くんだ。なぜ了解しないんだ。わけよ、黙ってちゃわからないじゃねえか。おい、気がつかなかったんです。何だと。すいません。何だその言い方は。すいませんって言ったんです。この野郎。お前、俺はお前を鍛えてやると言ったぞ。いいか、何すんだ。何やった。北見君はわざとやったんじゃないんです。黙ってろ北見。今後下級生らしくするかどうだ。嫌です。何を。北見君は悪くない。柔道のようなスポーツを喧嘩に使うことは良くないと。どいたらどふや。貴様みたいな下級生は学校なしだ。貴様たち北見と組んで俺たちに反抗しようってんだな。よし、北見の仲間みんな出てこい。出てこい。Thank you.
か。帰りなさい、うん、どうコペル君は。おかげさまでね、もう四五日で学校行けるだろうって先生もおっしゃる。うん、やれやれだね。今度ばかりは姉さんも命が縮まっとろ。ねえ陽介さん、純一には何かあったのかしら。うん、好きなおかずなんかも食べたがらないし、それに治っても学校行きたくないんだって。うん、どうだい、ロシアケーキだぜ。うまいぞ。どうした、コペル君。どうしたのさ、一体。どんなことでもいい。おじさんに言ってごらん。当番だった日。うん。当番だった日。当番だった日。卑怯だったよ。うん、そんなことがあったのか。どうしたらいいだろう。うん、何度も黒川の前に出て行こうと思ったんだよ。思ったんだけど飛び出せなかったんだ。飛び出そうと思ったらもう北見君たちやられちゃったんだ。どうしたらいいだろう。考えるまでもないさ。今すぐ手紙書きたまえ。北見君たちに謝るんだ。そうすれば勘弁してくれるかしら。うん、そりゃ分かんないさ。そんなら僕。いいか、君は友達同士の固い約束を破っちまったんじゃないか。黒川の原稿が怖くてみんなと一緒になれなかったんじゃないか。そして北見君が怒ってもそれは当然だと覚悟している。それならなぜ男らしく責任を負おうとしないんだ。北見君から絶交されたって君には一言だって文句の言いようはないんだぜ。今君にできることは謝ることだけだ。その結果がどうなるか、それは今考えちゃいけない。コペル君、どんな辛いことでも自分のしたことから生まれた結果なら男らしく耐え忍ぶ覚悟と勇気がなきゃダメだぞ。それがなかったから君は当番の日に失敗したんじゃないのか。あの大戦争を引き起こした今の大人の過ちと弱さはもう取り返しはつかない。だけど二度と再びその過ちと愚かさを繰り返すまいと
みんなが一生懸命頑張ってる。ね。君の失敗もそれと同じなんだ。勇気を出して失敗を見つめるんだ。そして今現在何をしなければならないか。女学生だった時いつも天神様の石段を通って帰ったのよ。ある日の帰り道、花が咲きかけてたかな。見ていられないような気がしたの。あの荷物を持ってあげなきゃいけない、そう考えたの。今度こそおばあさんが休んだら、おばあさん持ってあげましょうって声をかけて手を引いてあげよう。そう思いながら、いざとなるとまあ決まりが悪いのね。とうとう。ただこれだけの話なんだけどね、おかしいわね。あれからもう20年余り経った今でも、お母さんそのおばあさんの顔ちゃんと覚えてるのよ。どうして？それはね、それからお母さんがいろんなことに出会って、あの時のことを思い出しておさらいをしてきたからなのよ。どんな人だってなぜあの時思った通りやらなかったんだろうって残念な気持ちで思い返すことを一つや二つは持ってるの。でもね、純ちゃん、石段の思い出は懐かしい思い出なのよ。お母さんは生きてくれて肝心なことを一つ覚えたんですものね。自分の中のきれいな心をその時その時にしっかりと生かしていかなければいけないんだってことを覚えたんですものね。純ちゃんもね、いつかひょっとしたらお母さんよりももっともっとつらいことで後悔を味わうかもしれないわ。でも絶望することはないのよ。ちゃんと立ち直りさえすれば、誰かがきっと知ってくれるのよ。
じめまして、トメの母親でございます。トメがお見舞いに伺うんでしたが、学校の方が大変なことになりましてね。大変と言いますと、PTA で何か？それがね、こんなガサツもんですからね、私も偉い勢いで乱暴した上級生の処分はどうしてくれるってねじ込んだもんですからね、 PTA でも問題になりましてね。それより奥さん、子供たちなんですよ。トメのお友達がね、こんな暴力沙汰が二度と起きないようにしたいってみんなでクラス会を開きましてね。それが1年生から2年生3年生の問題に広がりましてね。とうとう奥さん、今日は先生と生徒が集まってこの問題をみんなで話し合うんだそうですよ。本当にこの頃の子供ってどうでしょう。コペル君、いつか君は人間は海の水の一つの分子みたいなもんだと言った。そして分子同士の人間が網の目のように関係している法則を発見したね。だけど人間は法則に従うだけじゃない。お互いの努力で法則を良くし発展させていくんだ。そうだ、僕たちは自分で自分を決定する力を持っている。だから誤りを犯すこともある。しかし誤りから立ち直ることもできる。だから人間は立派なんだ。世界は発展できるんだ。未来に希望があるんだ。おかげでね、あのグズなトメが見違えるように元気になりましてね。お友達もぐっと増えたようですし。こんにちは、おばさん。あ、坊ちゃん。お母さん、僕がっちりや浦川君にやって謝るよ。手紙やめた。だって純ちゃん起きたばっかりで。大丈夫だよ、もう治っちゃった。純ちゃん、コペル君、もっと胸を張れ。辛い思いの中から新たな自信を組み出していこうではないか。人間はそうして大きな世界の中で成長し、大きな世界を動かしていくものなんだ。誤りの多い人間として、コペル君、もう一度僕は君に尋ねたい。君たちはどう生きるか。